はじめまして、フレバンです。フレバンって何？フレッシュボイスアクターズシングの略で、フレバンです。僕たちフレバンは、オフィスパックの新人声優4人で、好きな歌を歌ってみようと結成したグループです。さあ、今回は第1回目ということで、自己紹介タイム。まずは、ゆきや。はーい。林ゆきやです。フレバンが歌う楽曲の伴奏を作成してます。趣味はギターを弾くこと。今はアコースティックギターを弾いてるんですが、ゆくゆくはエレキギターなんかも弾いてみたいなって思ってます。欲を言えば、ベースやドラムなんかも一人でできるようになったらいいななんて思ってます。次は、ハヤト。はーい。古澤、ハヤトです。サッカーを12年やってました。スポーツが大好きで、これからもいろんなスポーツに挑戦したいです。ちなみに今は、e スポーツに挑戦してます。次は、ナッスン。はい、ナスハラリョウです。子供の頃からテレビっ子で、アニメ、映画をたくさん見て育ちました。歌うことが好きで、暇があったら歌ってます。シャワータイムは発声練習タイム。学生時代はダンスもやってて、音楽を聴くとうずうずします。歌って踊れたら素敵だな。次は、ダッシュ。はーい。山田博人です。幼い頃から動物が好きで、実家では猫を飼っています。名前はリオンです。男の子です。なかなか実家に帰れないから寂しいけど、会った時の可愛さに癒されてます。今やってみたいことは、山でキャンプをしたい、かな。以上、このメンバーで活動していきます。次回からは、ラジオ形式でお便りも読んでいきますよ。皆さんからのお便りも募集してます。詳しくは概要欄をご覧ください。記念すべき第1回目の曲は、スピッツのチェリーです。ねえねえ、どうして二人はスピッツのチェリーを選んだの？この曲の春のイメージが、フレバンの始まりにぴったりだからかな。ユキヤは？俺は、ギターで初めて弾いた曲が、スピッツのチェリーだったんだよね。あ、そうなんだ。じゃあ、そういうところも含めて、ぜひ最後までご視聴ください。お相手は、林ユキヤ、古澤ハヤト、那須原亮、山田博人。以上、フレバンでした。それではまた次回お楽しみに。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と戻れない くすぐり合って転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな手で書き上げた、あの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水でこじ開けて、今急かされるように飛ばされるように、いつかまたこの場所で君
ない心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を、春の風に舞う花気がしたよ。いつかまた